23日の出来事でした。羽田空港で暴行逮捕。村田兆治さんが当時の様子を語りました。釈放された夜に取材に応じていただきました。写真どういうのを撮るっていう時は協力するから、隣近所とかやっぱり知り合いでみんないる、ちょっとその上の方に行く、はいはい、子供たちの夢とする音をそういうなんという方を伝授しながらね、その言動行動はやっぱり責任を持ってやっているつもりだけど、触れたっていうことを事実は事実だ。一旦預けて、普通だったら預けてこう飛行機に乗るんで、その時は2時、はい、ちょっと混んでてね、空港の駐車場は。それで2時20分ぐらいの旭川行きで、それで行った時にその手荷物を持って空港の僕の会員のグローバルのとこで行って、その方が早いなと思う。それでまずこういうスーツケース一つと、はい、でその中にもう一個この回のパンフレット、あの旭川で野球のスケジュール、その中にこの携帯を入れたと、はい、もちろんその携帯でもね、早くこういう紙袋にそれで手に持って入って、それもやっぱ私のもううっかりです。で音がそれは鳴りますよ。ですぐ携帯を持ってもう一回後ろを下がって、ね、携帯を預けて、そう行けば鳴りませんよ。私はそれでいいと思った、はい、検察官通って、こっちは男性、女性の子がない人、ね、でそれでいいと思ったら全然後ろの方から女性がもうその出るところで、ね、こうカメラを持ったら、まあ、この辺だ、この辺でこういうふうに来たの、はい、こういうふうに来たからちょっとどいてってみたいな。どういう感じ、手で触った感じですか。いやだからそれが触ったのがね、こういうふうにやるのって皆さんまあ気をつけて、まあ、自分でそう大きな失敗をしたって、まさかそれがね暴力ってなるとは、ね、前に立ちはだかる。こっちの2人がもう何でも小柄な人と男性と、こういう感じで、いやいやだからこっちに来たからここに行くんです、今度通路で、いやいや自分でここにあるでしょ、でもう一人女性系で、で OK、 もう OK だと思うんだけどね、プラスチックの箱に携帯入れてくださいって、今そういうそれ分かるんです。入れて通った時にやっぱりそれが彼女の方がね、すごく後ろの方から前に出てきて、だからもうこっちは2時何分で急ぐからね、はいはい、まあどいてって、まあこんな感じだよ、ね、普通どつくったらこういうやつだよ、はい、あっち行けた、はい、でだから上司ね、でその時点でね、1回目にピーってその時点でもう結局ビデオを撮るから、これ触っただけでも暴力なんだ、皆さん行こう気をつけてって登場の時、はい、自分はいいなと思う。ただもう一つは、あるのは誤解を招いたのスーツケースの中にハサミが入ってたの。あ、それは紙、うん、紙天草に9月何日行った時、それは空港のカウンターで預けて、うん、預けた分は現地で取るっていうのは全然機内持ち込みじゃないでしょ、うっかりそれは新聞社の切り抜きとか、そういう分でメモを追って その日にかけて時間がないから持ってってた。今度はその分はね、さあ荷物持っていこうってと、これでね、ハサミが入ってませんかって、金属探知機の係員の人が、えってもすぐやっぱりそうだ、この前ね、いつも機内でもう一緒に預けるのが主だから、持って入る時に、でその分はアウトで分かるんだ。
その取りに来てもらうんだ、認めすぐ認めてね、ハサミがあるから、じゃあこの、とこまでね日光の人に渡すって、それがなかなかそこ通れない時、警察がまず2人で来てね、ね、来てその時にまあで2人なんよく見たらもう10人ぐらいいたんだよ。だからそれは刃物の時に、はい、やっぱりもう一個通報入った、今安倍さんの国葬みたいなのがあるし、安倍だそうです。でそれでやっぱり2時半のでギリギリだ、それはもう間に合いませんって、それはもうしょうがないよね、行っても2時のごそこ通ってその中に持ってすぐ刃物があるんだからどうすんの、預けて、その後じゃあ5時半が日本航空のあれが、村田さん5時半には空いてますから